アメリカ陸軍第3不評師団霊下の第3航空連隊第4、大体イギリス陸軍航空隊が偵察に使用するブリテンノーマンアイランダードイツ陸軍のティーガーと陸軍航空隊とは陸軍において航空機を運用する部隊の総称陸軍航空部隊陸軍航空軍陸空軍陸軍航空とも飛行機そして軍事航空の早々機である20世紀の 初頭においては陸軍、海軍それぞれが航空部隊の整備を進めたが陸軍航空隊に関しては第一次世界大戦期、戦艦期第二次世界大戦直後にかけ空軍として分離独立することが一般的となり地上部隊と密接に共同する飛行部隊や機材のみが陸軍に残ったそのため空軍とは区別され現代では一般的に ヘリコプターと支援用の軽固定翼機を装備する。過去には、米陸軍における軽攻撃機装備計画など、気候変化の試みが見られたものの、現在では固定翼機による空爆や攻撃は、前線航空管制などを介して空軍に一任することが一般的となっている。また、銃輸送任務も空軍が受け負っている。ただし、現在の陸軍航空隊では、 必ずしも万全の体制とは言いがたく、米陸軍では独自の戦術輸送手段として CE-27J を導入するなど変化の模索は続いている。各国の陸軍航空隊の任務はそれぞれの国情によって少しずつ異なっているが以下のような任務は概ね共通する。現在の陸軍航空隊はその任務達成のために主にヘリコプターを使用する。ヘリコプターは 以下のようなタイプに分類できる。連絡機や小型の輸送機を保有する航空隊も存在する。軍事航空は当初陸軍及び海軍の元々の任務をより良好に遂行するため陸軍または海軍航空隊として創設された。その手段とは主として偵察及び遮断観測であり、その頃の戦闘機の目的は 敵の偵察及び観測機を撃墜することと、自軍の航空機が撃墜されるのを防ぐことであった。この点において、当時の航空機の役割は、陸軍や海軍の従来からの運用を補完するものに、過ぎなかった。しかしながら、第一次世界大戦後、技術的に洗練された軍事理論が編み出されると、戦略爆撃という決定的な打撃力を有する。 航空戦力自体に高い価値が見出され、第二次世界大戦で、それが確立されるに至った。第二次大戦後のイギリス空軍や、大戦後に新しく創立されたアメリカ空軍においては、攻撃力としての戦略爆撃機部隊と敵爆撃機から防御するための戦闘機部隊の保有が重視されるようになった。ただし、引き続き、航空阻止や、 近接航空支援任務を遂行するための戦術爆撃にも相当な戦闘力を配分していた。これに対し、陸軍は近接航空支援能力の充実を図るため、自らの戦術航空部隊を設立あるいは再設立するようになり、そのための装備として固定翼機ではなくヘリコプターを用いるようになった。UAV が開発されると、 小型 UAV を装備する陸軍も現れた。それらの機体は航空化部隊ではなく、砲兵大隊に観測機として装備されることが多い。また、現地におけるリアルタイムの偵察を行うため、個々の不評招待により小型、軽量のドローンが装備される場合もある。海軍航空隊に関しては主に艦載機、哨戒機、ヘリコプターのみを残す。ありがとうございます。